皆さん、こんにちは。サイオミです。中学入試問題算数に特化していつも解説しております。今日はこのような問題です。長方形に図のような垂直に交わる2本の直線 ABCD を引きました。AB が5センチ、CD が7センチのとき、この長方形の面積は何平方センチメートルですかという問題です。それでは早速解説始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 長方形の面積ということで、縦と横の長さがわかれば、まあ、問題解決するわけですけれども、どうやら縦と横は難しそうですね。そこで今回与えられた条件をしっかり使う必要があります。AB イコール5センチ、CD イコール7センチ、そして垂直であると。はい。面積は垂直っていうことがすごく重要ですね。直角、垂直っていうのは非常に重要で、 どの面積の公式も、底辺と高さの関係は必ず垂直になっています。そもそも、長方形の面積は縦×横ですけれども、三角形の面積の公式って、底辺×高さ ÷2、もしくは ×2 分の1の公式のゆえんきちんと説明できますか三角形、適当に書きますね。底辺が10センチ。では、高さが、まあ、仮に4センチ。 で、ある場合10、10×4、まあ、割る 2×2 分の1で、答え20平方センチメートルになりますよね。じゃあ、なぜこの ×2 分の1があるのかということです。はい。で、三角形に関しては、説明の仕方、2つあります。まず一つ目。三角形に関しては、同じものをひっくり返してくっつけると、平行四辺形になります。 平行四辺形になるるのでけ高さこれ4になりますねここが4なので平行四辺形の面積の公式は底辺かける高さなので1 0る4で面積が40それが2つ分三角形2つ分なので4 0る2というふうに説明ができますもしくは三角形がまあこうありましたと1 0ンチ 4センチがあった場合にこのように説明することもできる長方形として囲えばこの長方形の面積の半分であるとも言えますそれは一体なぜかここの縦の部分で線を引くと長方形これまた長方形2つできますよね長方形にこれ対角線を引いてるわけですから要はこの形とこの形がまたひっくり返してくっつくように同じになります つまり、これとこれが面積が同じ。で、さらに、こちらとこちらも面積が同じ。というふうにも言えるわけです。だから、長方形の面積のちょうど2分の1だっていうことが言えます。はい。だから、三角形の面積の公式は、底辺かける高さ ÷2 というふうに言えるわけですね。はい。で、この公式の意味をきちんと理解できてる人は、この問題軽かったんじゃないでしょうか。 5センチを底辺7センチを高さとする三角形を書けばこの三角形っていうのは面積出せますよね底辺が5センチ高さが7センチつまり面積が出せるとじゃあこの長方形の中に囲われたこのような形ですから要はこの面積がこの長方形の面積のちょうど1 2分の1になるということです 要はこの三角形の面積を1丸と置けばこの長方形の面積が2丸になるとちょうど2倍になってると要はここに線を引けばこれとこれ同じこれとこれ同じということでしたねだから1丸でこれが1丸であればこちらも1丸なのでちょうど2丸になるとはいよって長方形の面積は 5×7×2 分の1これで三角形の面積の公式ですね三角形の面積のちょうど2倍であると はい、よって35平方センチメートルが正解になります。はいというわけでいかがだったでしょうかこのやり方が良ければチャンネル登録、高評価、コメントいただけると幸いです。まずん曜日、LINE 公式アカウントもやっておりますのでよろしくお願いします。本日は以上になります。ありがとうございました。